女は苦しそうに額に手を当てた。風の大地、音がない駅。その日の早朝、地震があった。どんどん距離が長くなってる気がしますね。だんだん厳しくなってきてますよね。そうですね、頑張り時ですね。そろそろこうお腹とか気になってくるじゃないですか、年齢的に。そうなんですよね。今だったら一つ分の値段で3つついてくるっていう。正しい。それに失われた20年とダメ押しのリーマンショックで、ただでさえアート業界冷え込んでさ、現代芸術探偵なんてニッチ中のニッチ。昼下がりのジョージチョップ、キャバクラキック、愛田誠にかぶらせるなんて反則じゃねえかよ。早くね。そう、デザを信用してるか信用してないかっていうこと。見られたくないのか。彼らにとってはとても重要な問題です。大切なのは思いやりと気遣って、私たち司会とコメンテーターは沈黙をしてみる。
多いね。うら、ハンバーグだね、いえ。うん、なるほど。時代越え続いていくともに子供を奪いしょ。このライブのお金は希望だけ込みしょ。過去 の、 どういった、作品が発表されてきたかというものを、ご紹介していきたいと思います。いらない、そんな髪。多分ね、陽子って。